ああ朝暗いうちから出たっつうのによ一匹も取れやしねえなんてこった勝つぞ勝つぞ、うん、マヤマヤさんじゃねえかおいマヤさんマヤさんこの辺りなんだけどな。消えてね、船だけが漂ってたんだってエンジンが故障したんじゃねえかないやそんな様子はねえなそれに船引っ張って近くの海岸探してみたんだけど勝蔵の姿なかったなそうか、うん、海にでも落っこっちまったのかそうだとしても泳ぎの達者な勝蔵だそう簡単に溺れることもねえだろ心臓麻痺ってこともあるんだろうよせ、まだ死んだって決まったわけじゃねえ。あいつのことだ。どっかの海岸に泳ぎついて寝てるかもしれねえぞ。そんなことだよ。常さん、もう一度探してみてくれないか。お。どうもこの夏はろくなことはねえ。ここ何日も不良続きだし。わあ。あ？ん？お前先うち帰ってて勝蔵さんとこ寄ってみるわおばあちゃんのことが気になるから
静か。今夜の集まりに来てくれよな。なんだ、都合でも悪いのか。網元さんの家の集まりに何で私が。お前まだそんなこと言ってんのか。じゃあ待ってるぞ。嫌です。何、亡くなった奥さんの一周忌もまだ済まないのにその後へ座れって言うんですか。今着いたとこだよ。そう、見えるなら連絡してくださればいいのに。急に来たくなったんでね。そう、さあどうぞ。部屋空いてる。ええ、ここんとこ釣りがダメでお客さんも見えなくて。そう。でもよかった、いつもの2階が空いてて。変わらないな、ここの海は。ご一緒にいらっしゃればよかったのに。去年夏見えた京子さん。結婚されるんでしょ。まだなんですか。結婚できなくなったんだ。そんな、どうしてですか。死んだよ、彼女。そうだったんですか。ごめんなさい、余計なこと。いいんだよ。あ、船借りれるかな。海へ出てみたいんだ。つけてくれんじゃねえかよ、イヤミ。遠慮いらねえ、お前も手振れんじゃないか。嫌だよ、ほら。あんな都会の女はよ。どうしてだよ、女は女だよ。けどよ、なんかおっかなくてよ、そだら。あ、おっかねえよ。ひょっとすると今夜あたり殺されちまうかもしれねえな。あ、怖い。バカだな、お前。え、よし。
よ、ほら。ダメだ、ほら。ちょっともっと長いの持ってこいよ、長いのよ。誰が水の中引っ張り上がったよ。そんなバカな。深田、大城深田。やったぜ、常さん。相手は大城だ。あんなのかすったようなもんだ。常さん、ひょっとして勝蔵の野郎、あの深にやられたんじゃねえのか。そうだよ、そうに違えねえよ。
君。京子。何か用？あ、大丈夫かい？怪我してるじゃないか。構わないで、ちょっと来ただけ。何言ってんだよ、手当てしなきゃダメだよ。海の水で洗えばすぐに治るわ。血を止めなきゃダメだ。さあ。これで止まるだろう。ユイ。大丈夫かい？無理しちゃダメだよ。少し休んだ方がいい。あの人と一緒に来たの？いや、知らない人だ。何しにこの島へ来たの？去年も来たんだ。それでね、なんとなく思い出の多いところなんだ。去年とちっとも変わっちゃいない。いいな。海が好きなのね。ああ。君はここで何をやってんだよ。アマよ。アマさんか。ええ。さあ、帰らなきゃ。君の船はどこ？船なんかないわ。ないって、この島まで泳いできたの？驚くことないわ。アマは海に潜るのが仕事よ。なるほど。でもこの傷じゃ泳いで帰るのは無理だよ。僕のボートで送るよ。ここへ待つから、ちょっと待ってて。どこ行っちまったんだ。あ、ただいま。よかった、何でもなくて。何かあったの？深が出たんですよ。深が？ええ。へえ。漁師が一人行方不明で深にやられたんじゃないかって、もう大騒ぎなんですよ。あ、そう。先行っててくれ。静か、今迎えにやろうと思ってたんだ。ちょうどよかった。来い。お客さんがお見えになったので今日は。すいません、先に戻ってください。あ、さあ。嫌だと言ったはずです。あの若造、去年も来てたな。惚れてんのか、あの男に。そんなんじゃありません。お前のお母さんも了解済みだ。さあ静か。わかりました。
聞きますから話してください。人間の5倍もある大きな深だったそうですよ。へえ。時々網にかかる小さな深は見たことありますけどね、人食い深なんて初めてですよ。明日は船を出さない方が。オーバーね、人食い深なんて。だって活動さんが。活動さん深にやられたってはっきりしたわけじゃないでしょ。お待ちどうさま。お、来た来た。おー、うまそう。あ、まさこちゃん。何？姫島って言ったっけ、あの入江の沖の方にある。ええ、そうよ。あの島で海女さん潜るようになったの。海女？ああ、今日会ったんだよ。誰だろう。お母さん知ってる？この町の人じゃないですね。どっかよそから来たんじゃないですか。そうですか。間違いないって。勝蔵は俺たちが会ったあの大城部下にやられたんだよ。ちょっとずたずただったじゃないかな。手に取ってみたわけじゃねえんだろ。岩に引っかかったのかもしれねえよ。でもさ、血だらけだったぜ。まだ確かなことわかんねえんだから、お前滅多なこと言わない方がいいよ。だけどよ、スネさんの言う通りだ。人食い部下なんて噂が広まると釣り船の客も来なくなる。詐欺立ちの方がいい。さあ飲め。あ、どうもすいません。すいません。ああ、ありがとう。今日の集まりよ、なんか活動の通夜みたいになってしまったな。これどうしてもよ、活動のやつはあいつにやられたとしか思えねえんだよ。もうやめろ。不可がなんだ、俺たちにかかりゃこのざまじゃねえか。今夜泊まっていけんだろ。いいえ、帰ります。何言ってんだよ。私、料理を作るお手伝いに来ただけですから。俺たちのことみんな知ってんだ。なしですか。やめてください。常さん。なんだ。2匹の深が入り江に迷い込んできたな。確か先々月だったな。ああ、こいつは殺したが、もう1匹は傷ついて逃げていった。そいつが戻ってきたんだ、傷が治って。何言ってんだよ、そんなバカなことがあるもんか。つがいのオスを殺されて、メスが仕返しに戻ってきたんだろ。よしてくれよ、薄気味悪い。じいさん、深が男の恨みを晴らしに来たなんてシャレにもならないよねえ。そうでなきゃいいんだが。Ah!
マヤさん。せっかちね、あとで。お待たせ。どうぞ。Thank you。心配いらないよ。心配するわ。深がれたらどうするの。いくら深だってボートの上の人間まで襲いやしないよ。姫島まで行くだけなんだから。姫島、何しに。ちょっと気になることがあるんだ。ちょっとならやめてください。大丈夫だって、すぐ戻ってくるから。お願い、敏夫さん。敏夫さん、
目障りの若造だ。見ろってんだ。大丈夫だ。君は怪我の方は？もう何でもないわ。そう、よかった。シャツありがとう、洗っておいたわ。よかったのに。じゃあ私仕事だから。あなたも召し上がる？あ、いえ。取れたばかりのお魚って生の方が美味しいわ。すいません、この辺で海女を見かけませんでしたか？海女？この島に海女がいるの？ええ。そう、見かけなかったわ。どうもすいません。
どうかなさったの？ああ、ボートが流されちまって。それは困ったわね。そうだよ、源氏のズボンだ。網に引っかかったんだよ。あの深に森ぶち込んだのは勝蔵、源氏、そして今度は俺の番だっていうのか。いや、そんなこと言ってる連中もいるってことだよ。とにかくこのままにしちゃおけねえな。常さん、源氏はゆんべ何をしてたんだよ。ここの帰りに別荘の女のところを寄ったと思うよ。そうか、まさか勝蔵もその女のところへ行ったんじゃねえだろうな。源氏よりも女好きの勝蔵だもん。一番先に引っ張り込まれたみてえだよ。いつなんだい、その女が別荘に来たの。四五日目かな。どうしたんだじいさん、あの女がどうかしたのか。恐ろしいことだ。え、何のことだよ。昔の話だ。やっぱり女がな。同じだ、昔と同じだ。何が同じなんだい。俺がまだ17、18歳の頃だ。やっぱり深川2匹この入り江に迷い込んできたことがあったんだ。慎吾という浜の若い者が片方を仕留めた。オスの方だ。それから間もなくあの女が現れた。慎吾はその女に色仕掛けで誘い出されて深に食い殺されてしまったんだ。どうだって言うんだよその女が。深女。深女。その女が深だっていうのか。まさか。俺は見たんだ、海に立っていたあの女、目が青く光っていた。じいさんの話。そういうわけじゃねえけど確かめてみなきゃな。え、勝蔵と源氏、あの女に近づいた男が二人も続いて死んでるんだ。どうやって確かめるんだよ。目が青く光るかどうか確かめてやる。私今までに何人もの男に裏切られてきたわ。傷だらけでもダメ。女ってどんなに傷ついても
愛されたいものなのね。あなたに会ってそれがよく分かったわ。愛してねえ。風が出てきたようね。それじゃ僕はこれで。どうもごちそうさまでした。まだ返さないわ。酔ったんですか。もう休んだ方がいい。どうもお邪魔しました。逃がさないわ。新さん、やめろよ。新さん、どうするつもりだよ。もし目が青く光ったら。深女だったら殺してやる。活動と源氏の敵だ。新さん、丘の上ならこっちのもんだ。海へ飛び込む前に殺してやる。やめろってんだよ。相手はただの小悪女だよ。新さん、誰なの？別荘の女だ。何？待てよ新さん、怪我してるよ。ここから落ちたんだな。うん、まだ息があるようだ。最初ボートだけが流れてたって聞いた時はもう息が止まりそうになって。ごめん、ボートうっかり流しまって。取り掛かったモーターボートでヨットハーバーまで送ってもらったんだ。それならすぐ連絡してくだされ。ば、すいませんでした。新さん、新さん、どうだった？うん、命は大丈夫だけどなんかひどく怯えてるそうだよ。怯えてる？うん、岩場から落ちたショックだろ。当分病院で寝込んでんじゃねえかな。正体は分かったのか？正体？別荘を借りてるただの女だよ。深女なんかいるわけねえだろ。じいさんの話まだ本気にしてんのか？いや、そういうわけじゃねえけど。
検事。船を出せ。みんな、船を出すんだ。深海の船が何隻も出てったんだ。深だってこんな時に出てきやしないよ。お願いです、やめてください。分かった、今日はやめるよ。本当ね。私知ってるんだ。好きなんでしょ、敏夫さんのこと。はっきり言った方がいいわよ。敏夫さんね、毎日船を出すのは海女に会いに行くからなのよ。海女？そう、島で素敵な海女に会ったみたいなんだから、しっかりしなさいよ。しばらくです。僕のこと覚えてますか？は？あの学生時代に津川と一緒に来た。あ、あの白木さん。そうです。まあ、あの敏夫さん今出かけてますが。そうですか、はい、やっぱりここだったんだな。さ、どうぞ。ねえ、何してんのよ。あ、いいです、彼女この辺初めてのもんですから、ちょっと案内してきます。また来ます、どうも。
ここで潜れば君に会えると思ってた。どうして？だって会えたじゃないか。いたよ。本当？本当に見たの？ああ、あっという間に取り過ぎたけど、確かに深かった。ここは危険だ。お帰りろ。いやあ、さっき驚いたよ。顔を見たときは体が凍りついたように動かなかった。大丈夫よ。あの負荷はあなたには何もしないわ。どうして？そんな気がするの。だってあなたは優しいんですもの。負荷はそんなこと分かりゃしないよ。分かるの。でも漁師が負荷に噛み殺されてるんだよ。殺されるようなことをしたのよ、その男。どんな？出なきゃ殺されたりしないわ。まあそれはそうだろうけど、俺だって負荷は怖いよ。負荷のことを聞いて正直言って海へ出るのは怖かった。でも来てよかった、君に会えて。私もあなたと泳げて楽しかった。だったらどうして二度も逃げるようにいなくなったの？仕事だったからよ。嫌われたのかと思った。よかった。あなたも恋人を亡くしたのね。あなたもって、じゃあ君も？
なくした人はもう帰ってこないのね。京子さんってどんな人だったの？どうして名前を？だって初めて会った時私のこと京子って。あ、そうか。あんまり似てたんでね、思わず言ってしまったんだよ。そうだったの。海が好きだった。一緒に来たこともあるんだ、ここへ。いい人だったのね、きっと。ああ、あなたの心の傷、私に治せるといいけど。勝彦が、さっきまで待ってらっしゃったけどホテルに戻っていますからって。ありがとう。なんだろうな。とにかく無事で何よりだった。親父に頼まれてきたのか。ああ、心配してたぞ。退職願いっていうのは穏やかじゃないな。ところで、辞めてどうするんだ。あの町で何か仕事を探そうと思ってる。なんだって？あんな場所で何ができるってんだ。漁師の手伝いだって何だってできるさ。お前いくつになったんだよ。ガキみたいなこと言うのよせよ。親父にはこれから電話しとくよ。話し合いに東京へ戻るつもりはないのか。ああ、それじゃあ行くよ。嘘だ、年寄のやつカッコつけやがって。なに？他に理由があるはずだ。一流の設計事務所を辞めてあんな町で働きたいなんて。彼？ああ、やっぱりショックだったのよ、彼女のこと。そりゃそうだけど、いつまでも死んだ女のことをくよくよ考えてもしょうがないだろう。美しい友情ね。なんだその笑い方。知ってるわ、彼の親父さんが重役をしている会社に外車をセールスしてること。それがどうした。大きいな、その商談。年男を連れて帰れば10代が固いんだ。4000万のビジネスだ。すごい。じゃあどうしても連れて帰らなきゃ。ねえ、私も手伝うわ。いいのか、どんなことでも。当然の報酬さえいただければ。ああ、それはもちろんだよ。商談成立ね。
いけすが荒らされた。ああ、めちゃめちゃだよ。深だよ。深がまた入江の中まで入ってきたんだよ。荒らされたのは網元のとこのいけすだけだろ。うん、じいさん、何だって言うんだよ。やっぱり深女の仕返しだって言うのかい。深は近くにいるはずだ。入江から出すな。お、今島へ行こうと思ってたんだ。お別れを言いに来たの。もうこれ以上会わない方が。さよなら。君、君待てよ。誰だあの女。僕は君と会って心に決めたんだ。この町で君と一緒に暮らそうって。一緒に。ああ、考えてくれないか。頼む。愛してる。私はあなたに愛される資格なんかない女よ。どうして。僕が嫌いなのか。だったらどうして。まだいたのか。もう少し遊んでいこうと思ってな。ご一緒させて。お邪魔かしら。この町の子かい。いや、どこの子だ。さあさあ、家も名前も知らないんだ。嘘つけよ。
アマだってことしか知らないんだよ本当に。いつ知り合ったんだよ。この町へ来てすぐ船を出した時島でね。東京から来た友達だ。よろしく。よろしく。どうしたの？いや、よく似てるんだよ。死んだあいつのフィアンセに。そう。それでこの町に居つくつもりになったのね。知り合いに行くから道案内してくれよ。ね、お願い。頼むよ。行こう。じゃあちょっと行ってくる。海って素敵ね。いつもこんなところにいるあなたが羨ましいわ。アイスティー飲まない？よく冷えてるわ。冷たくて美味しいでしょ。どうぞ。当分目は覚まさないわよ。ごゆっくり。勝彦は？あそこにいるわ。彼女と一緒みたいよ。女が誘ったんだよ。どうがいいんだあんな女。お前のためだ。あんな女と付き合うのはよせ。翔！君。何も言わないで。卑劣な男はどこにでもいるわ。人を傷つけた者には必ず報いがあるわ。
ねえ、どうだった？魚臭くてさ、お前のがいいよ。当たり前でしょ。見たか、秀。ああ、山下荘の客の知り合いらしい。何？いや、今朝一緒いたよ。新さん、なんぼ探したって服は姿も見せねえんだよ。もうどっか行っちまったんじゃねえのか。いや、そんならいいが、あんまり気にしねえ方がいいよ。ああ、じゃあな。いっぱいやっていかねえか。いや、今日はもうやめとくよ。じゃ。くそ、どこに隠れてやんだ。誰だおめえ。嫌ならいいんだよ。母さんがいいと思っても決めるのはお前なんだからね。ねえ静か、お前まさかこの町を出ようと思ってるんじゃないだろうね。それだけは勘弁しとくれよ。母さんももう年だし、ずっとそばにいてほしいんだよ。行ってくるわ。網元さんによろしくね。お姉ちゃん、いいの？敏夫さんが好きなんじゃないの？二階の客ちょっと呼んでくんねえか。深女？そうだ。あの女はメスの深の化身だ。この入り江に二匹で迷い込んだが、オスを殺された。その仕返しに戻ってきたメスの孵化の化身なんだ。そんな。孵化はただの魚じゃねえ。オスとメスと付き合って交わるんだ。人と同じだ。いや、人以上かもしれん。あんた孵化女に見込まれてる。いけねえ。金輪際会っちゃいけねえ。信じられねえなら教えてやろう。
生き証人がいるんだ。話してくれねえか、あんたの見たことを。一体何を見たんだよ。あんたの上ごた、医者も看護婦も聞いてる。何がそんな恐ろしいんだよ。あの人、あなたが一緒だったあの女よ。あの女の目が青く光ったの。闇の中で青く光ったわ。信じない。あの人が不可だなんて。不可女をこのままにしておいちゃいけねえ。どこに隠れてるか心当たりはねえかね。姫島、姫島。姫島の洞窟。そうか、あの洞窟が隠れ家だったのか。あの島へ彼が行けばきっとあの女が現れるわ。もう一本つけてくれ。はい。場所が分かった。何？この入り江に2匹で迷い込んだが、オスを殺された。その仕返しに戻ってきたメスのフカの化身なんだ。亡くした人はもう帰ってこないのね。どうしてまた来たの？君に会いたかったんだ。私のこと分かったはずよ。それなのにどうして？
信じられない。いや、僕は信じない。遠くへ行くのかい？ええ、楽しかった。僕もだ。あなたの優しさ、私一生忘れない。違う。君を裏切ったりはしない。逃げるんだ。出すんじゃねえぞ。セサン、やれ。やめろ、やめてくれ。おけ、置くんだよ。あおっさんによ。
の言う通りになった。深女も死んだ。遅いな。どこへ行ったんだろう敏夫さん。もうそろそろ時間なのに。お姉ちゃん、敏夫さんについてきなさいよ。お母ちゃんのことなら心配ないって私がついてるから。お姉ちゃん生意気言って生きていてくれ。